おはようございます。4月20日火曜日、朝5時半ですね。いやー、今日は少しちょっと朝日、もう少し早く起きてくるとよかったですね。登っちゃいましたね。いやー、気持ちがいいね、朝ですよ。今日もね、風穏やかで、とてもいい日ですね。青空、昨日よりもね、ちょっと青空、あれですね、雲が少なくて。今日またちょっと暑くなりそうですね。昼間ね、日中はかなり暑くなりそうですよ。でもね、朝気持ちがいいです。いいですね。今日はですね、相場の話ね。相場っていうのは、まあ、物の値段というか、まあ、世の中には、相場っていうのがあって、物には値段があって、大体、いろんなものの値段の折り合うところっていうのがあるみたいで、もともと商売人なんていうね、商人っていうのは、あっちではこんな高く売れてるのに、こっちではこんな安く相場になってる、これはちょっとおかしいんじゃないの？っていうことで。まあ、その高い安いところから高いところに売って、その儲かりますよね。まあ、そういうことで、まあ、商売が成り立つと思うんですけど、私なんかね、おからってあるじゃないですか。豆腐の絞りかすと言いますか。まあ、あんなこと言ったら怒られますけどね。まあ、一応そういう扱いに世の中になってるので、かなりそのおからを安く買えますね。で、私むしろね、豆腐の方よりか、そのおからが割と好きで、で、そのおからを買ってきちゃ、この炒めて、この おかずにして食べるんですけどね。そうですよね。まあ、豆腐の好きな人には、まあ、豆腐も私嫌いじゃないですけどね。まあ、その豆腐担当任しといて、私はまあ、もっぱらおから担当で これは負け惜しみでも何でもなく いただこうかな。あれね、食物繊維もあってね、またもちろん栄養もね、豆腐に負けない、豆腐以上にこの栄養もあって、もったいないというか、全然いいですよね。お茶をね、お茶をこう入れて、あとお茶っ葉がこう残りますよね。あれもなんか成分の9割はそっちの残っちゃってるんで、捨てちゃもったいないなんて言いますよね。そう言われてみれば、昔おばあちゃんは2番茶3番茶というか、何本味が出なくなるまで出して、まあ、しまいには畳の上に撒いて掃除に使ってましたかね。そういうふうに、まあ、物にはそれぞれ皆好き好きっていうのがありますのでね。メロンよりもバナナが好きだって人はいますしね。まあ、そういう人はまあ別にバナナ食べたらいいと思うんですよ。本当に、なんかね。ですが、なんかこう、そういうふうに思わされてというか、あれなんですよね。そういう価値みたいのをこう、なんですかね、決めちゃった方が都合のいい人たちもいるんですよね。ですので、なんかそう思わされちゃってっていうのが、ちょっとこう残念なような気もしますね。よく私、東南アジアを旅してましてね、田舎の方に行くとほぼ自給自足の生活をしてるんですけどね、もう食べるものは豊富で、皆さん笑顔で、もう素晴らしい、楽しい体験をしてくることがありましてね。で、まあそれをよく1ドル以下の生活をしてるなんて貧しい人だから助けなきゃなんていう、いや、もちろん都会の方に行くとね、それは深刻な、まあ、方も見えて、まあ、これもその数字だけでは測れないものがあると思うんですよね。ですので、そうですね、なんて言うんでしょうかね。まあ、本当はみんな、その好きなことをこう、素直にですね、楽しんでいると、
今みたいにこうなんて言うんでしょうかね、物の値段がこう確率的ななんかね相場ってなって、こう決まってしまうと言いますかね、そういうことがなんかあまりないような気もするんですけどね、そうなんですよね、物の価値が自分のこう本心と言いますかね、自分それぞれみんなその好きなものが違いますからね。ですからまあおからが、私みたいなおからが好きな人はまあこうもっぱらおからをいただいてね、こう楽しくいくと案外こんなにこうなんかこうなんかね、みんなでそのギスギスとしなくていいような気もするんですけどね、なんだかこうあれですね、こう自分でも分かんなくなって、何がいい、その必要なのかっていう、とりあえずみんなが必要だって言って奪い合ってるもんをもらっときゃ得するみたいなね、まあ実際そういうのでその転売して儲けるとかいうのになるとやっぱり相場っていうのが知りたいんですかね。自分本当にこれがいいなと思って掴んどったらみんな誰も興味を示さなくて、後から貧乏くじなんて思うのがなんか嫌だななんて思ったりして、なんかとりあえずみんなが並んでる列に並んどきゃ後からね、それが後悔しなくて済むなんて、まあそんな考えになっちゃうんでしょうかね。まあそういうのが結構なんかね、大変なこうねこうような気もするんですけどね。なんだかね、今日もまた、ちょっとまたわけのわかんない話であれでしたけどもね、朝日が綺麗ですね。はい、そういうことで今日はこれで失礼します。